ワイワイワールドに、SOS、焦り城。コナミの人気キャラクターを集めた作品。前作はやりごたえのあるゲームでしたが、今作は、かなり難易度が下がっていて、アクションステージでは、なぜか強制スクロールだったり、難易度が低くて強制スクロールは、かなり退屈で眠たくなってきます。前作で満足していた人には、かなり物足りない内容となりました。主人公もリックルっていうキャラになり、個人的には、前作同様のコナミマンとかが良かったなぁ、って印象でした。ストーリーは、大魔法使いのワルウモノを倒し、ハーブ姫を助け出すために、スーパーロボットのリックルが出動した、ってな感じです。ゲームとしては、アクションやシューティング、パズル、レースといった、様々なジャンルのゲームがあり、ゲームとしては良いのですが、前作に比べてしまうと、がっかりな作品でした。スパルタン X2、1作目から約6年後に発売。前作プレイした人は、世界観変わりすぎじゃない?と思った人は少なからずいると思います。前作とのストーリーのつながりはなく、麻薬密売組織に戦いを挑むストーリー。基本的なシステムは同じですが、途中に回復アイテムがあったり、演出が強化されたりと、パワーアップはしています。グラフィックもなかなか良かったが、なんか違いました。なんだろう、やっぱ世界観かな。もしかして、アチョ、って声がないからかな。皆さんは何だと思いますか?もちろんゲームとしては、楽しめる内容です。スーパースターフォース、時空歴の秘密。もちろん名作なんですが、純粋にシューティングを楽しみたかった。自分には、当時はこれじゃない感がありました。前作で語られなかった、時間暦の謎を空と地上を、所狭しと全8ステージで、大暴れします。時間制限があるので、なるべく空を短期間で制圧して、地上の謎解きに時間を当てる必要があるので、本当に映画の主人公になった気分が、味わえます。また、当時としては珍しい、謎を解けた状況に応じた、
マルチエンディングを採用しています。とにかく敵の攻撃が激しく、空のドンパチで調子に乗りすぎて、地上で謎解き時間がほとんど残らず、謎を丸残しして、バッドエンドになることが多いです。また途中最大の謎である地上絵は、ノーヒントで解かないといけません。まさに灰色の脳細胞をフル活用です。とにかく難しく、おまけに、セーブができないので、かなりの苦行ですが、独特な BGM の評価は高く、真のエンディングを迎えると、なんだか胸が熱くなります。あなたも、あのゲーム史上最大の謎に、挑んでみませんか？ソロモンの鍵2。前作はアクションパズルゲームのアクション部分の要素が強かったが、今作は普通のパズルゲームとなりました。ステージ数は100ステージと大幅に増えましたが、アクション要素が少ないので、前作ファンとしては非常に物足りない作品でした。しかし前作をプレイしていない人や、前作のイメージを捨ててプレイすれば、ゲームとしてはかなりよくできていて、パズルゲームの初心者はもちろん、上級者まで幅広く楽しめる作品となっています。ストーリーは、魔法使いドルイドルが放った、炎の魔物を打ち消すために、新米魔法使いであるダーナが、知恵と勇気を使い平和を取り戻す、というもの。前作のイメージでプレイして、がっかりした人は、純粋にパズルゲームと思って、再度プレイしてみると、このゲームの面白さがわかるかも。スーパーマリオブラザーズに、マリオの新作と期待して、激ムズすぎて挫折した作品です。ちょっと難しすぎでは？と思ってしまいました。一人プレイ専用のアクションゲーム、毒キノコシステムが実装されたことや、逆ワークゾーンによって、大幅に戻らされてしまうシステムなど、前作に比べて極端に難易度が上昇した。また画面外まで飛んでしまうジャンプ台や、キャラクターが流されてしまう追い風など、新しい要素も多様に追加されている。どれくらい難しいかというと、この作品は前作を遊び尽くした前提で、作られているため、1からクリアできないケースも見られ、残機を増やしすぎて1定数を超えると0となり、即ゲームオーバーにつながる。またこの残機上限数は127とされているのだが、これを使い切ってしまうケースの方が多く、そのためプレイヤーの技量が極端に問われる作品である。これでも難易度が高いにもかかわらず、8周クリアで出現するパラレルワールドは、この難易度をさらに上回る。あなたはクリアできますか？
の件に、世紀末救世主伝説。これは趣旨とは違いますが、やっぱ北斗は外せないでしょ。ファミコンでの北斗の拳2作目。これは2作目でがっかりしたのではなく、2作目もがっかりでした。今作は右スクロールになり、グラフィックはあまり進歩せず、ペラペラな感じのままです。各ステージでボスを倒すと、ケンシロウの仲間が出てきて、ゲームを盛り上げてくれます。今回はボスの使い回しが多くて、唯一の楽しみのボスとの対マンが、楽しくありません。しかも今回の理不尽な雑魚の強さと、雨あられに飛んでくる武器のため、飛んで逃げるしか攻略法が、ありません。しかもエンディングはなぜか、千賀の春子の顔、天帝とか凛とならまだしも、隠しボスで原作でその春子を瀕死に、追いやった、名もなき修羅、と、戦います。これもまた謎。北斗シリーズは、今まで何度がっかりしたことか。ディグダグに、ディグダグといえば穴掘りゲーム。なんですが2は、島崩しゲームとなりました。島にひびを入れて、線をつなげると崩せます。崩れる方にいると、自分も一緒に落ちてしまうため、注意が必要です。島は面積の小さい方が崩れるので、考えてひびを入れましょう。これが結構難しいので、最初の方のステージは、前作のディグダグと同様に、ポンプで敵を膨らませて、倒した方が楽なのですが、ステージを重ねると、敵が多くなり、島を崩すテクニックが、必須となってきます。ゲームとしては両作ですが、どうしても穴掘りゲームの、イメージがあったので、個人的には残念な感じでした。